商品などは4丸ごとかぼちゃ。この近未来的な流線形のフォルム、一体中に何が入るのかというと、そう、スイカ。実はね、今巷で話題のスイカを丸ごと冷やせるポータブル冷蔵庫なんです。この丸ごとかぼちゃが活躍するのは夏の海。これからの季節にぴったりの商品なんです。例えば芸人たちが海でバカンスする時も、ついた気持ちいいな。安静で広すぎやろ。いいぞ、着きましたね。やっぱり暑は夏にな。笑いのカリスマは海でも滑らない。絶好の海水浴日和にミスターストイック松本人志もさすがにリラックスムード。その様子を見てお前たちも一安心。ところが、あかん、スイカ、スイカクイーン楽しみです。なんと松本の大好物であるスイカを車内に置き忘れてしまった。急いで車に戻るが、やばいやばい、兄さんスイカめっちゃ楽しみにしてんねんぞ。絶対お互いになっちゃう。スイカ出したらない。車内にあるはずのスイカが見当たらない。あかん、この業界から外れる。芸人人生は今日で終わりや。それやで。後輩たちが引退を確保したその時、浮かない顔してどないしたんや。どこにね、実はスイカなら冷えとるで。シガーソケット対応で車の中でもスイカがひんやり。兄さん、兄さん、スイカうまいだな。滑らんな。